バルセロナセンターバッククバルシ君、CL ベスト8史上最年少記録を樹立。パウクバルシは、ウェファチャンピオンズリーグ史上最年少で準々決勝の先発出場を果たしたディフェンダーとなった、17歳と79日。当たり前のようにスタメンのヤマルトクバルシ、ほんまバグ、頼むよ。ブルーロックをゴミみたいな世界観と思ってたけど、ヤマルトクバルシが高校生のせいで現実の方がフィクションみたいになってて草。クバルシ、ヤマル南米なんか行かないで学校行け。一生で一番言ってみたい言葉、わいすみません、明日は CL 出るので休みます。クバルシとヤマルはとりあえず自分のプレイ思いっきりやろ、お前らやれるから。4時間後そこにはデンベレを完封する17歳クバルシの姿が、マジで今日の試合でクバルシのエグさが伝わってくれると嬉しい。今日ヤマルとクバルシの異次元さが世界に見せられるの楽しみすぎる。クバルシ、守備力もさることながらロングフィードの精度が尋常じゃない。何がやばいってロングフィードめちゃくちゃ多くてパス成功率 90% なんよな。守備面プジョル×ビルドアップ面ファンダイクのハイブリッドに成長してくれんのが一番の理想、200点の理想。クバルシがボール持った時の期待感がすごい。平凡な高校生の俺が最強ヒートのセンターバックに改造されチャンピオンズリーグで優勝しそうな件。